どうなるんだろう。ひげいいのかな。ひげいいのかな。剃らなきゃいけんですよね。巨人ってそういうイメージ。ヒゲダメ、金髪もダメ、そうなの？大変だね。なんか巨人ってしっかり、なんていうの、そういうのしっかりしなきゃいけませんみたいなイメージ。イメージ的には。ね、すごいスポーツ界のトレンドに巨人入団ってあれトレンド入りしてます。まあ多分私がホークスとか好きだからかもしれないけど、そうそうそう。どうなんでしょう。あ、昨日のミラーボールを歌ってない。歌うのを忘れてた。歌わねばいけません。待って、今ちょうどパンダさんがミラーボール来ました。サプライズレバーさん、ミラーボール4つありがとうございます。14、昨日のと合わせて14。何歌おう。あ、なんかあれ歌ってたんだ。でももう忘れたので。スーさん、ミラーボール2つありがとうございます。もうどこまで歌ったか忘れちゃったので。ポッキー系の歌って何かあります？ポッキープリッツ系の曲。 あるわけない。昨日の毛利さん見ました。一番可愛かった。嬉しい。やったー、ありがとうございます。今日はすごく大人っぽいですね。あ、髪の毛を巻いているからだと思います。ほんのり。あと前髪を分けている分もありますかね。そうそう、ちょっとここ巻きすぎてやってるんですけど、まあいいや。今日は短め配信です。毛利さん、明日まで見ないでおいてる。ありがとう。明日、私もまだ見てないの、見れてないので、で多分明日じゃないと見れないので、まだ見れてないので、明日初めて見る感じで一緒に見ましょう。前回のは
もう見てたんですけど、そうそうそう、11枚目のシングルとかなんだろう、 AKB。 昔でも覚えてたんですよね、なんか1から順番に。でももう忘れちゃった11枚目、ベイビーベイビーベイビー、しかも配信のみ。そうだそうだそうだ、そういうのもあったんですよ実は AKB って。なのでベイビーベイビーベイビーを歌います。チャラチャ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 ンチャ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 ラチャチャラ、I love you baby baby baby、 振り向いてくれ、誰かに向けてる、そうその視線、僕の脳にも気づいて、愛しさの答えが欲しいおじさんがいる。 I love you baby baby baby、 微笑んでくれ、僕を虜にした唇、君を独占させてよ、せめて夢の中でおじさんがいる。キスの前で目が覚めた、その先はお預けさ、いつも同じいいとこで、僕だけ一人取り残される、恋はあと少しで届きそうなのに、逃げてしまうから追いかけたくなるんだ。 I love you baby baby baby、 僕のアイドル、キラキラ眩しい存在さ、君と出会えた奇跡に生きているその意味知った。 I love you baby baby baby、 抱きしめたいよ、真夏の日差しを浴びながら、まるで恋人みたいに、いつか夢の中で11、あと3つ。誰もいない砂浜で、僕たちは見つめ合う、寄せる波は胸騒ぎ、永遠の長さを教えてくれる恋はそばにいても手には入らない、僕だけの秘密、言葉にできる日まで。ミラボール、14個ありがとうございます。ありがとう、昨日の分と合わせてありがとうございます。届きそうなのに、マクミックさん、ハートありがとうございます。そう、来週のさよならモーリさんにも出演させていただくんですけど、まあまだ予告見てない人はね、そうなの、嬉しい、よかったねって感じだと思うんですけど、まあなんか内容的にはひ選抜集めてみましたみたいな内容で、
その4本撮り、1日毛利さんってだいたい4本撮りなんですけど、そう、まあ、この間初めてやって知ったんですけど、すいませんね、なんかやってますみたいな感じのあれじゃないんですけどそう、私も予告だけ見たんですねそう、なかなか橋本さん大丈夫ですかみたいな感じのことも言ってたと思うんですけど、まあそちらに関してもいつか一緒に見よう配信の時にお話できたらなと思っているので、そう、そのとそれの一緒に見よう配信の時にお話ししたいなと思っているので、まあそれもそれで楽しみに、そう、今度は1列目にさせていただいて、そう、前回のね、お料理選抜はちょっと後ろの列だったんですけど、来週のやつは1列目にいるので、まあどこが使われるのかとかが全然わからないんですけど、まあ楽しみに皆さんで楽しみにしておいていただけたら、まあ非選抜選抜、うん、非選抜選抜って感じなんですけどよろしくお願いしますっていう感じです非選抜の選抜っていう感じで、はい、でも非選抜の選抜に慣れてよかったです。まだ非選抜の選抜にも選抜されなかったらもっと多分ハルピョンピエンってなったかもしれないので、はいそうですね、なのでしといていただけ楽しみに、まあ私もどんな感じの内容で完成って感じになったのかわからないので、どう編集されてるのかわからないんですけど、まあ楽しみにしといてください。マジーハートありがとうございます。ツイートでそういうありほしご意見見ました。何ありほしありほしありほしです。ちょっと待って、ね、あ、パパでした。すいません。すいません、パパでした。逃げてしまうから。追いかけたくなるんだ I love you baby baby baby。 パンダさんハートありがとう。ハロウィンの時の天ギフいただき、待って、私より早いんだが私はまだマカロンいただけてない。ティーティー飲むへ飲むへ、本当にちょっとここ曲げすぎてる
まあ今日あ15分経った。1295日、あね、みんなに聞きたいんですけど、あとりあえず1295日ありがとうございます。あのこの背景がなんかキラキラリーンなのはなんでですか？私キラキラリーンなのはなんでですか？誰か知ってます？シンデレラギフト、アワードじゃないと思います。多分シンデレラギフトっていうのがあるの。アワードに入ってない子もこのキラキラリーンなので多分関係ないと思います。ショールームのアワード入ってるからだね。いや違うと思います多分。他のところもそうなので。はい。大学多所ルームもそうだね。どういうことだ大学多所ルームもそうだね。そうですね、わかんない、ちょっとよくわからないから、よくわからない。見つめられると惚れちゃう。お、1192年、あ違うけど1192。ノームヘ、惚れさせようとしてるな。アツオって来た。そうなんですよ、アツオさん、アツオさん巨人に行くらしいよ。17時に仕事終わったけど今から夜勤の欠員が出たため補充に行ってきます。頑張って、応援してます。倒れんなよ、倒れんなよ。さあ、じゃあ夜勤に行っちゃったということで、関係ないけど全然、私ももともと20分ぐらいの配信予定だったので。確かにマッチの CM 来るかな。マッチにマッチの CM 絶対来るやん。来んかった方がおかしい。いや何やってんの大塚製薬さんって、私が突っ込みます。はい、え、マッチにマッチの CM させんって何やってんの？やばいっすよそれって、うん、私が突っ込みます、うん、でも今日ホークスぐらいなのかな、こうなんか面白い感じの、あのなんかどうなんだろう、他の球団はあんま知らない。でもあれやってますもんね、キツネダンスとか流行ったから。そんなこともないのか、他の球団も面白いっちゃ面白いのか。ホークスが助っ人捕手取る情報を聞いた、うん、どっから聞いたどっから聞いた。まあでも確かに今結構割ともうほぼ甲斐さんが出ずっぱりじゃないですか。まあなんかあった時とかは別のね方も出らっしゃいますけど、出場されますけど、でもやっぱり甲斐さんがちょっと甲斐さんに頼りっぱなしなので、他のキャッチャーももっとなんて言うんだろう、ホークスの方々育ててくださいって気持ちです、
ハルピョンのために来野球勉強しているので、来年試合見に行こうかなって思ってます。私も来シーズン行きたいなと思っているので、じゃあぜひ一緒に行きましょうさあ、ということで、それではランキング読んでいきます。ありがとうみんな。いきます。1位サプライズレバーさん、ありがとうございます。2位パンダさん、ありがとうございます。3位スーさん、ありがとうございます。4位マジー、ありがとうございます。5位マックミックさん、ありがとうございます。6位ともゆきさん、ありがとうございます。7位ベベモンさん、ありがとうございます。8位ナーニャカミオシさん、ありがとうございます。9位カズさん、ありがとうございます。10位ファイヤーサーフさん、ありがとうございます。11位てつぴょんちゃん超かわいい大好きあった台湾さん、ありがとうございます。12位まあいっかーさん、ありがとうございます。13位たけにーさん、ありがとうございます。そして本日のロッキーと18位はずっこさんです。ありがとうございます。ということで、皆さんこの時間もありがとうございました。またね、明日の配信はこの間も言った通りの時間に配信するので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたしますっていう感じですかね。はい、ということで、最近なんか携帯がよくなくなるので、どうにかしなければいけないなということと、なんか最近めっちゃ迷惑メールが届くんですけど、誰ですか私のメールアドレスをばらまいた人はやめてくださいはい、もう削除するのめんどくさいんでやめてください。開くこともないので、私は開かずに削除するのめんどくさいんでやめてください。はい、ということで、皆さん本日もありがとうございました。最近何かに登録しましたか？いや、最近は何もしてないと思います。ということで、皆さん本日ありがとうございました。明日は昼過ぎ頃の配信を予定しているので、ぜひ皆さん、さよならモーリーさんを一緒に視聴しましょう。よろしくお願いします。それでは、最後に、回ったランキングも読んだそれでは皆さんありがとうございました。なんか上位3人になったらなんかプレゼント、サイン入りなんちゃらプレゼントみたいなのもあるらしいので、まあ、あんまりね、なんかそういうこと言うと煽ってんじゃねえかって思われるかもしれないんですけど、なんか知らない間にそういうなんかイベントが行われてて、その知らない間にハルピョンのサイン取り逃したってならないように、皆さんには、まあ、事前に今伝えてるよって感じで、なので皆さんぜひ、まあ、とりあえずね、本当に明日一緒に実況配信見てくだされば嬉しいなと思うので、よろしくお願いします。ということで、それでは今日はありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバイ、おやすみなさい。またね、ありがとう、バイバイ。